どうも、えだちです。あきです。面白くてためになる登山動画、トーキングマウンテン。今日はアッキーの里山を紹介したいと思います。それでは命大事に行ってきま す。はい、こちら駐車場にね、地図がありますので、これでルート説明します。今ここですね、若宮登山口ですかね。で、鷲津山行って葉山で、茶臼山を行って大谷山で戻るというルートでございます。もう9月に入りましてね、だいぶ涼しくなってはきたんですが、昼間やっぱりね、まだまだ暑いです。お互い登るの初めてですから。そうなんですよ。今も手探りで道を探しております。でマップにもね、ルートがないので、この図書館でもらえる無料のマップですね、まあ、これを参考に歩いております。今のところ順調です。はい、ようやく道がね、山っぽくなってきました。まだまだね、アスファルトなんですけど、影になったらね、一気に涼しくなりました。この野郎、はい、目まといがすごい。ちょっと尋常じゃないですこれ。これ喋りよったらね、口の中に入ってくるし。いや、道はすごく歩きやすいのにな、厳しい。右に行くとね、展望台があるんですけど、もう左、うん、もう展望を楽しんでる多分余裕ないです、まあ、ラッキーなことに道がすごく歩きやすいっていうことと、蜘蛛の巣ですね、それがそれほどないということで、暑さもねそれほどではないので、まあ楽しくはないけども、歩ききれるかな、頑張れば。今そういう感じです。現在地がこの仁王門、旧仁王門ですね。今何て読むのか分かりませんね。でさっきの展望所っていうのが、あの相撲展望所って、相撲場があったのかなっていうことなんですけど、あまりにもアホ虫が多すぎる。でアブもねぐるぐる回ってるんですよ。撤退します。はい入りましょう。はい、はい、秋せっかくなんで相撲展望所見ていきますか。見るだけ見るだけ。蜘蛛の巣、あーすごい、あーすごいです、すーさまじい蜘蛛の巣が、あーすごい。帰ろ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 。あの涼しい時に来れば非常にいい登山道だと思いますので、決して下松とこの山が悪いわけではありません。また涼しくなったらリベンジしたいですね。はい、じゃあもうちょっとでね、うん、鷲津山山頂だったんですけどね。はい、はい、でもね、はい、それがね撤退を遅らせるんですよ。あ、うん、もうちょっとっていう気持ちがね、はい、あると、はい、撤退できないんです。だからもう自分がその撤退するって決めた時点で、うん、すぐに降りないと。そうですね。はい、はい、道路に出てきました。このまま帰るのはなんか下松に対して申し訳ないということで、アッキーが今からですね、下松の綺麗な海を見せてくれるということです。連れていきます。はい、はい、ここがね、夕日岬というビュースポットです。これが花栗岩というところです。あそこにあります。あそこはですね、潮が引いてないと渡れないんですよね。はい、そうなんです。はい、はい、今引いてますので、今からあそこの花栗岩に行って絶景を皆さんにお見せしたいと思います。はい、こちらが花栗海岸。なんかパッと見行き止まりに見えるんですけど、あ、ここは降りて、はい、へえ。私が大好きな岩ゾーンです、海なんですけど、岩場歩いてます。こんな感じですよ。これ岩なんですけど、すごいですね、面白い、もう立派な岩ゾーンですね。この登山の格好で来たの正解ですよ。正解でしたね。うん、あのデート気分でサンダルで来たらえらい目に遭いますよ、ここは。あ、来ました来ました。おー、あれですね。あれですね。いつもここあの埋まってるんですよ。あ、海で。はい。今潮が引いて出てるんですね。そうです。なんかプライベートビーチって感じですね、本当。はい、潮が引いた時だけ。はい。いやー、
はい、ここは先端でございます。あの上にも行けそうじゃないですか。ね、上がれって言ってるんですか。秋が挑戦するそうです。降りるとき支えてくださいよ。あ、大丈夫ですよ。おお、行きましたね。すごい。え？やめるん？ガラガラ言ってる。うん。あらま。はい、お疲れ様でした。取れなかったです。はい、全力でサポートしたんで。はい。後ろ転げないようにね、はい、押さえてもらってました、はい、やんちゃですから、はい、無事降りてきました。今度はこっちから登ってみようと思います。まだ潮大丈夫よね。秋多分大丈夫だと思います。うん、満ちたら泳ぐしかないですね。はい、はい、二人とも泳ぎますから。はい、ここがビュースポットのちょうど真上になります。すごい絵ですよ、アッキー。なんか両足がね、こう入り江になってるんですよ。かっこいい、いい景色です。じゃあ気をつけて。はい、降ります。ナイスです。大丈夫です。よし、イエーイ、ぐるっと、はい、ぐるっと一周してきました。いやー、もうザックで来るんだなと思いましたですね。ぐるんぐるんなるけ。でも楽しかったです。はい、では帰りましょう。帰りましょう。潮が満ちる前に。はいはい、以上ね、下松の魅力的な海岸をお届けしました。撤退したおかげでいいタイミングで、ね、引き潮の時に来れて、まさかこんなワイルドなあの岩場岩稜帯を延々と歩くとは思わなくて、はいね、最後のあのビュースポットも良かったし、本当撤退して良かったですね、はい、皆さんもね、撤退は悪いことばかりじゃございません、はい、いいこともあると思います。ありました。最後までご視聴ありがとうございます。これからも面白くてためになる登山動画をお届けします。チャンネル登録よろしくお願いします。気に入ってもらえたらコメントくれると嬉しいです。では次の動画で会いましょう。